On your marks.例えば、FM 豊見のコージーヌーチーさんがまだ会ってないですね。沖縄で出会った FM 豊見のコージーさんとムーチーさん、テラヤンから遅れること15分、荒浜のエイドステーションにやってきました。さあ、コージーさん、よかった、全力コメントしてる。頑張ってください。ムーチお疲れ様です。食べてください。食べます。先があるから、はい、頑張ってください。頑張ってこっちが元気な、そう、元気もらっちゃいましたもんね。俺らが元気あげる側なのに、本当に俺らも応援頑張ります。いやー、来てるな。もういいっすか。はい、やっぱ15、外は15しか走ったことないので来てますね。太もも、股関節、中間地点です。はい、正直、下半身ボロボロです。冷たくなって膝も筋も超痛いです。やばい、きついなって思った時に、ああいう方が応援してくれるので、やっぱ今回顔が上に上がりますよね。頑張って。直樹くんとあきらくんは猫さんと一緒に次の応援ポイントでテラヤンを待っていました。ありがとう。わー、よいしょ。そして沿道にはたくさんの拝民も。ちょっと足引きずってません？膝痛い。膝痛そうだったね。大丈夫かな。早めにでもこれ入れた方がいいですよ。30キロとかで、もし可能だったら。エネルギー私に行きましょうか。次の応援はゴール地点の予定でしたが、テラヤンの異変を感じたメンバーは急遽35キロ地点へ。予想外です。なんか本当に痛みが深刻ですね。もう足が動かないです。25キロ過ぎ、テラヤンを苦痛が襲います。痛い。はい。痛い。やばい。ここでイベントやります。そうなんですか。パワーになっちゃうんじゃないかっていう。かっこいい。やったもん。優勝。俺たちが 2.5 俳優だ。おがんだ。うるさんぞ。やだ。どう。ごめん。完走できなくてもそんなに無理せず頑張ってっていう風になんか最初なってたけど、なんかやっぱあんだけ練習してきて、ああやって走ってる姿見たら、やっぱどうしても完走してほしいなって気持ちにはすごいありますけどね。
膝が。走り続けること4時間。テラヤンの体は限界を超えていました。テラヤン、頑張って。頑張れ。頑張ってください。ちょうど欲しかったみんなが。頑張ってください。テラヤン。頑張れ。逃げろ。頑張れ。テラヤン、頑張れ。何がですか。あと8キロ、7キロくらいです。あのね、膝がもうやばい。もうこちらの方の上、ちょっとこっちも、こちら、ありがとう。うめえ、うめえ、酸素がうめえ。あー、うまい。エアトロポス持ってます。ありがとう。ちょうどね、みんなが欲しかった。頑張って。くらやめ。あとじゃあ、頑張ってください。頑張るわ。ラスト。ラストスパート行ってくる。頑張って。頑張れ。頑張れ。頑張ってくれ。大切な君の頑張れ。力ってすごいっす。本当に痛みも忘れて足が軽くなりました。欲しい時にいてくれるし。頑張ってください。頑張ってください。頑張って。スタッフ見たことなかったです。最高です。なんか分かんないけど涙出そうなんだよね。めっちゃでかい声で、全然知らない人でもなんかこう頑張ってほしいっていう気持ちと、向こうが返してくれるありがとうが、ありがとうなんか嬉しいよね。めっちゃ嬉しいんだよね。疲れてるなんかこうやって手振ってくれたり。いやちょっと待ってください。はい。最後まで楽しんで。はい。頑張れ頑張れ。バイバイ。頑張れ。頑張ってありがとうございます。走り切ってる。やばい、大丈夫。
ありがとう本当に。もうあそこいてくれたから来れたわここまで。皆さんもありがとうございました。ありがとう。お疲れ様でした。完走できましたおかげさまで。終わった。ありがとうございます。本当にお疲れ様です。嬉しい。感動しました。ありがとう。すっげーかっこよかったです。ありがとうございました。ありがとう。しゃっこんな感情高ぶったの本当に最初だで、やっぱ改めてテラヤンのなんか背中がかっこよすぎてテラヤンでよかったなと思いました。リーダーというか勝手にリーダーと呼んじゃってますけど本当にお疲れ様でした。ありがとう。お疲れ様です。いいお疲れ様でした。嬉しいですね。本当に嬉しい。そのやっぱきつい時何回も来るんですけど、いてほしいタイミングにみんながいるんですよ。でめちゃめちゃ見たことない真剣な顔で応援してくれるから、それはもう。頑張れますよね。本当にサポート応援ありがとうございました。オガッタ素敵やん。おーここでイベントやります。そうですか。騒ぎになっちゃうんじゃないかっていう。かっこいい。やったもう優勝。俺たちが 2.5 俳優だ。おがっかーうるさんぞーイエラーどーん。待って待って待って。ごめんごめん。おがっかーオガッタ。次回からは関西の旅がスタート。ネタをお三方には作ってもらわないと。コントね。そうなんですよ。3人でコントを作ります。美味しいもん好きなんだよ。好きなんだよって見せかけといてそうじゃないことです。あーこれが大事なんだね。メニューを狭いとは。はい。よう兄ちゃん。あっえカラオケあるで。カラオケ、うん、持ってきちゃったんですか。カラオケあるから歌っていく。いや歌ってくないっすね。ここでイベントやります。そうですか。騒ぎになっちゃうんじゃないかっていう。かっこいい。やったもう優勝。俺たちが 2.5 俳優だ。おがっかうるさんぞごめん。おがった。